はい、こんにちは、ゆかりチャンネルです。今日はお耳拝借の103をやっていきます。はい、昨日今日とねめちゃくちゃね冷えてね寒くなってきて、昔作ったねこのポンチョを着て今遊ぶ着て今暖房を入れて動画を撮ってます。ちょっと暖房の音がうるさいかもしれないですけども、はい。で、昨日は愛知県のね中部国際空港にあるスカイエキスポという場所でドリカムのライブがあって行ってきました。昨日買ったグッズです、これ。で、普通のねワンダーランドではなくて裏ワンダーランドってことで、ドリカムの名曲のたくさん名曲があるんですけども、そのアルバムの中で多分アルバムでしか歌われてない曲、そんな中にも名曲がたくさんあるんですけどもね、そのメジャーでないアルバムの中に入っている曲が中心のライブだったんです、昨日。で、さすがの昔の曲だったら私もね裏の曲わかるんですけど、ちょうどね私がね子供を結婚して子供出産してってアルバムを買わなくなった時期ってやっぱりあって、曲を追っかけて買ってくっていう時代じゃなかったんですよ、その頃ね。で、その頃の曲がたくさん出てきて全く歌が分からず、そのお友達夫婦とも行ったんですけども、まあちょっと後で動画差し込みますけど、本当ね分からなくて曲がどうだろう、3曲ないし1曲丸々分かる曲が1曲あって、あと2曲はうろ覚えって感じで、とにかく歌が分からずにリベンジしたいなと思いました。やっぱりワンダーランド、4年に一度のワンダーランドは前回はね娘と行ってすごく良かったし楽しかったので、もう次また行くならワンダーランドに行きたいなと思って出ます。はい、でですね、そう動画差し込みますね。ギュン、ドリカムのさあこっそりとグッズ見てるだけでさグッズ販売並びます。はい、お友達夫婦と来ました。これ持ってきました。空がね、暗い。35周年。早いね。35周年ってどういうこと？ドリカムの形で35年ってこと？そうだね。じゃあ30年前のワンダーランドって5年目だったってこと？意外。もっとだってるかと思ってた。結構いたよね、昔も。靴下。手編みの靴下履いてます。チャーハンと餃子を食べました。めっちゃニンニク尽くし。いただきます。これが有名な店のラーメンです。でThank you.
裸で、ね、T シャツとラゲッジなんとかとライトね、はい、いいねいいねイエイエイ両方買ったの、うん、ドリクマ可愛くない？可愛い、めっちゃ可愛い。はい、ライブ終わりました。寒いよ、駐車場から出るよ。楽しめたかな楽しんだかな完全燃焼だった。はい、帰ります。はい、でそんな感じで昨日は帰ってきました。はい、そしてまた編みました。この子は前回紹介したこの子の男の子バージョンだけど、お顔がね女の子よりも小さくなってしまってなぜか。でもこの子はおズボンにしました。ちょっとロンパースみたいな感じで。でもこうやって2つ置いてあったら可愛いんじゃない。ちょっと顔の大きさが違うんだけど、まあご愛嬌ですねこれもね。はい、そしてカズさんがこちらを譲ってくれたので、ロリポップキッズ KFS の121番です。ジャンコードです。私この糸ね初めて見るんですよ。なんかうん、こういう感じの糸ですが、なんだっけ、あれに似てるのよ。なんだったっけ、ほらど忘れしてるな。イリュージョン、イリュージョンに似てる。うん、でもロリポップキッズです。はい、で靴下はそうそう進んでないんだけど、ちょっと忙しくて全然編んでないんだけど、編み直してます。で町の部分のその増やし目の部分からもう一度やり直しておりますよ。今3目増えたのかな、両端で3目増えてて、前段で増し目してるから次の段は増し目なしですね。で今日はね、うちのねお風呂のね、あの脱衣所の横にある使いにくい、非常に使いにくい扉がついてるけど、手前に洗濯機があるから開け閉めもほぼできないような、もう開けるのが怖いような押し入れがあるんですけど、備品を入れるための押し入れ、もうあそこがどうしてもカビちゃうから、パパとこの間ね全部の中のものを出して扉も外して、もう一旦もうねもう使ってないものを捨てようって話になって、でいつも私がやるんだけど、なんかね2年前ぐらいにそれやって物を全部出して中を一生懸命なんかカビキラーとかでこすったら膝がおかしくなっちゃって、もう年始にね病院に行かなきゃいけないぐらい歩けなくなったことがあったから、ちょっと手伝ってほしいってなって、で手伝ってもらってて、でもやっぱりね、もうお風呂場ってこともあるし、すごいね湿気がこもるからやっぱりまたカビが生えてて、で壁紙が貼ってあるからね、どうしてもそこに黒い点々がついて、もうそれがすごい嫌で、もう今大掃除のシーズンじゃない、なんか気が気じゃなくて、そこがで、ゴミが年末のそのギリギリまで来ないから、ゴミが出るようなとこからね先に掃除をしていかないとゴミ持ってってもらえなくなっちゃうのね。だからね、粗大ゴミが出そうなそこの場所からやろうってなってやったんですよ。でそのもう棚とかもあったんだけども、一旦全部捨てようってことになって、棚も全部外に出して、で今日ね
あのそういうクリーンセンターみたいな地域のねとこまで朝一番で捨ててきました。もうだから年末だから多分混むと思って、そこに入るのにも渋滞するから、今日は朝の10時に家を出て、荷物をね積んで車に家を出て、もうね結構止まってて車が、まあ渋滞はなかったけども、もうみんなやっぱりね始めてるね。だからいらないものをね先に捨てに行って、で傘とかも折れてたりとか、もう剥げてたりするのも一緒にね燃えないゴミに持っていこうってことで、朝ちょっと今日はね、だいたいいつも動画は午前中撮るんだけども、それを先に行かないと渋滞して時間がかかるからとりあえずそこにゴミを出しに、あ、じゃあ危ない危ない、ここ増し目する旦那はさ、出しに行ってきてね、すっきりです。あと細々したところはさ、別に私一人でもできるから、やっぱり大きいものを運ぶとか棚を出すとかっていうのはやっぱ一人じゃね、もう怪我したくないしね、今年はお願いして一緒にやりました。したらそれやったのが確か金曜日なんだけど、なんか一日過ぎてからさ、パパが今度さ腕が痛いとか言って、湿布を買ってきてほしいとか言ってだほらね、大変なんだってと思って、いつも任せきりだけど今年はもうお願いしたからさ、大変さがわかるかなと思ってね。お仕事も大変だろうけど手伝って、家のことはさ別に私一人で全部やる必要ないからね、みんなで生活してるんだから手分けして掃除すればいいと思うからね。そんな感じでちょっとずつだけどね動いてます。もうダメ、気になってさ、あのやらないとなんか編み物してられないっていうか、そういう気持ちになるから掃除しました。まずは脱衣所から、ディーディディディって感じ。あ、そうそう、でこの間の言ってたグッズを色つけてみました。どうですか。なんかコメントでナイフ持ち、ナイフ持ちっていうのは多分、こうやって持つのかな、こうやって、ナイフ持ちだからここに何かあると邪魔ですっていうご意見もあったんですけど、あのあくまでもこれ私のただの妄想なのでね。でまずね、ちょっと寝ながら考えてたのはこれ、これこの針のここにクリックリッとさ段数カウンターがついてたらいいなと思って、で何段あんだってなった時、いつもさこの引き抜きの線でこう数えてくんだけど、毎回やってるからここでクリックリって回せたらよくない？でなんか廃品回収来たし、であとはここのノック式で段数カウンターこうカチッカチッって感じでね、ここに回るノックで回る段数カウンターがついてたらいいなみたいな。これも可愛いんですけどね、これはクロバーさんから出てるのかな、これ大阪のケーズなんとかな、ケーズファクトリーじゃ、なんか大阪の梅田の場所でこれを売ってるお店があってネットで頼みました。でこんな感じで柄が、例えばチェックとか総柄の猫ちゃんの柄とかあっても可愛いなと思って、あとはさここにさこういうね、そのナイフ持ちの方にはお邪魔かもしれないんだけど、こうやって猫ちゃんとかウサギちゃんとかがついてたらグッとくるなという
あとね、こういった猫型置きタイプの段数カウンター、このカチンカチンってやるとこの目のとこが変わってくみたいなやつとか、こう玉のね、棒針の先がこういう風になってたりとかしても可愛くないですか。あと編み針ストッパー、このなんだっけあれ、アディだったっけ、あれなんかハートの形のあるじゃないですか、あれの感じの猫ちゃんとかのバージョンとか考えたんです。これどうですか考えるの楽しいよ、色鉛筆出してきてね。まあコンサート自体は歌が全然分かんなかったからあれだったんだけど、ちょっと不完全燃焼みたいな感じだったんだけど、まあね、そのお友達夫婦はね、昔同じ職場だったんです、3人とも。なのでなんか久しぶりにその待ち時間、物販も終わって、じゃあ開演までずっと何時間あったかな、3時間ぐらいあるよっていうところをずっとそのね席に座って、ロビーの席に座ってずっとただ喋ってるって感じ。おやつ食べてああだのこうだのってずっと喋ってる。まあそこが楽しかったかな。うん、ずっとね何時間もそうやって喋ることないので、まあとにかく海沿いなのでめちゃくちゃ寒くて、物販並んでる時もちょっと寒かったね。朝が寒かったね、駐車場から降りてきたりする時が。でその3人でお昼は店に行ったんですけども、空港のね、中部国際空港セントレアのスカイデッキの階にあるあの店に行って、まあ名古屋で有名ですよね。ですごい私も何年ぶりかに行ったんですよ。なんかパパと結婚する前ぐらいになんか一回行ったっきりで、もう覚えてなくてどんなものがあったのか。でも青菜炒めはすごい美味しいって有名で、まあ家であの味は出せないって感じでね。で何食べようかってなって、私はどうしてもねニンニク大好きだから、ニンニクチャーハン食べてみたいって言ってニンニクチャーハン食べました。ニンニクチャーハンと餃子かな、もうニンニク尽くしでめっちゃ美味しくて、それもでも匂うよね、臭いと思うんだけどさ周りは。で帰る時もさ、お腹すいたってなって駐車場から出るのにも少し時間がかかったから、ご飯を食べに行くんだけど、ちょっと遅い時間だから結局さ、結局また中華になって、今度は王将に行って、でもう私餃子もチャーハンももういいなと思ったからね、それで私は中華そばを食べました。なんか昔ながらの中華そばってやつが美味しそうだったからね、王将なのに餃子を食べずに帰ってきました。あ、食べたな、あのお友達夫婦が食べていいよって言った餃子を少しもらいましたもうでもね、かれこれ私がその職場でその2人と出会ってから何年経つのかな、19の時にそこの職場に入ったから53年、違う53年じゃない33年19、うん、ぐらい、33年ぐらいもね知り合って なるので長いですよね本当に。まあ全部ひっくるめて楽しい時間でした。うん、また行きたいなと思います。なんかやっぱりグッズでさ、お揃いでさ、なんかそのお友達もお揃いでね着てたんだけど、 T シャツをなんかみんなであれ着ると可愛いなと思いましたね、グッズの T シャツ。あ、ちょっとライブの話でさ思い出したんだけど、ごめんねちょっと長くなっちゃうんだけど、そのねスカイエキスポってとこは
もともと多分ライブ会場ではないから、展示場だからね、なんか全部がアリーナなんです。この斜めのね、その2階席3階席とかいうのがなくて、すり鉢状にそう椅子がなってるわけじゃなくて、全部フラットなアリーナなんですね。で収容人数も6000人ぐらいだよって言ってて、で入ったらめちゃめちゃ舞台も近くて、ステージもはいいんだけど、あのね、私もぽっちゃりで、その夫婦もぽっちゃりなのね。で、あのブロックの一番前だったから、前は通路だったからいいんだけど、隣の人は来てなくて、2つ空いてたんです、席が。で、私の友達3人とその2つ空いて、そこからまた隣の人が立ってるんですけど、1.5、その分かる？パイプ椅子って分かる？この体育館とかで使うパタンって出すやつ、パイプ椅子がこうつなげてね、作ってあるんですよ。で、ね、旦那さん 1.5 人前、奥さん 1.5 人前、私 1.5 人前って言ったら、普通3つでいいところが 4.5 個分椅子がいるんですよね。だから2つ空いてって全然来なかったから、そこで広がってちょうど良かったわけ、あの場所が。なのになんとライブが始まって何曲かしたら、そのね、横の2人が現れまして、ここですって言われて、詰めようにももう詰めれないのね。幅があるから、その人たち細かったんだけど、なんせ 1.5 人前ずつがここに横に3人並んでたらね、 4.5 人前なわけね。だから 1.5 人前余分な身幅があるわけだよ。だからちょっと斜めにさ、車に構えて、なんていうの、ライブ見てました。でね、斜め上にずっとね、首を上げてたから、そのモニターも見たかったから。したら今日なんかムチ打ちみたいに首が痛くていかんね。でもみんなさ、高齢だからさ、まあ50代以上の方が多かったから、結構座ってる方も多くて、ああもう年齢だなと思って、美和ちゃんがいくつなんだろうと思いながら見てきましたという話。最後までご視聴いただきありがとうございました。ゆうかりチャンネルでした。バイちゃん、風邪ひかないでねー。